T 先輩です。ノクタン。T 子だよ、ノクタン。おはよう、レア。そうか、ログアウトしてたね。変な悪夢みたいなものを見たところでした。あれは何だったんだろう。え、何これ。そういうことか。めっちゃ驚いてる。もう進んでるのか。ちょっと寂しいな。一緒に行きたいね。お、いいですね。へえ、自分の意思でパーティーを組めるのか。抜け駆けして怒られるとかあるのかな。ああ、怒りそう。まあ彼女とは一緒に行きたいですね。じゃあ早速。あ、私がオスまで相手が出ないのか。ペンギン。へぇ。じゃあ呼びますよ。セリフは同じなんだね。さすがに違う話はできないんだな。え、これだけで OK。 簡単だな。おー、来た。やっほー。この状態で話したらどうなるんだ。かわいい。よし、じゃあ今回も頑張りましょう。そうだ、ここの上はまだ行けなかったんだ。右の人にも会えなかったんだよね。うお、うさぎ。ちょっとだけためらわれますが。うん、普通に倒せますね。決闘に勝てる実力があれば大丈夫そうね。これを取るだけでも大変です。ああ、遠回りするんだね。大抵反対側から行く感じです。これは高台から来れば取れそうだな。なるほど。これはかなり楽な方ですね。お、じゃあ話は聞いてみますか。どうしました。ウサギの化け物。という流れになると、ボス戦になりそうね。まあその巨大ウサギというものを見てみたいし、どちらにしても受けるだけは受けます。二人を探すところからか。
ちょっと面倒な気もしてきました。まあまあ。おら、いきなりバレた。鋭いわね。でも向こうから理解してくれるのは助かります。買い物したなんて演出もあるんだな。初対面の人に名前を呼ばれることほど怖いものはない。ほんとね。まあ病院とか公的機関くらいでしょうね。罠で捕まえるんだ。好きじゃないそうです。冷凍人参。まさか人参を餌に罠にかけると。もうそれしかないね。そうなのか。やーれあやー。お気に入りのセリフじゃない。ぐふう。まあ不自然ですしね。せっかく上がったテンションが。そうですよ、私じゃ説明できませんから。ふむ。確かにここのお店でも冷凍人参はトレードされてました。その他カロットという敵が落とすらしいです。キャロットか。またいた。なぜか話せないんだよな。あ、できた。またプローブとかを見つけろって話でしょ。新しいエリアに行くといるんだろうね。クエストの中でも軸になるようなものなんだな。はーい、オッケーです。まずはアイテム集めに、敵の討伐。そしてランドマークとプローブの発見ですね。隅々まで探索していればいずれ達成できるものなんだろうね。自然と達成していると思います。あ、大丈夫ですよ。ウサギはカロットではないようで、また別の種類がいるみたいですね。黒い牛は前もいたよね。戦い方は同じですね。ケツを蹴ると、まったく、英語ではこの表現が好きですよね。そういえば映画とかでよく聞くかも。うん、登れる意味は。やっぱりこの橋が好きなんだね。落ちちゃった。飛んでる敵もいるんだな。よく見るとタツノオトシゴでした。ほんとだ。言われるまで気づきませんでしたよ。この後エミリーが教えてくれます。
ウサギも池に落ちちゃうんだね。ほんとだ、教えてくれた。お、色の違うウサギ。ミキウサギかな。そういえば寒そうになってきたね。多少強いか、そこまで違いは感じないけど。名前はそのままホワイトフロビットです。A ランク以上じゃないと下のドロップは出ないんだな。そういうことか。そしてついにペンギン発見。うわ、めっちゃ硬い。さすがに強いね。最初に出会う敵の時は話してくれます。ペンペン。またわかりやすい。おっと、今度はトナカイかな。お尻が鉄っぽいですけど。やっぱりガードされるか。牛の仮面みたいなものね。暴れた時にブレイクさせる感じか。逃げるから難しいな。蹴られちゃうしね。まずは邪魔なペンペンをやっつけないと。あ、そう。なかなかうまくいかないな。スマートではなかったね。エロヤギ？なんて名前なんだ。エッチなヤギみたい。そうか、エッチなオスのヤギだったのか。道理でお尻ばかり向けてくると思ったよ。そういう意味なんだ。ああ、なるほどね。炎を手に入れないと行くことができないってわけか。今は絶対無理だね。覚えておきましょう。ここは後回し。はい、アイス売りに頼まれた氷が集まりました。そういえばあったね。寒いところから来たばかりだからいらないなぁ。集めてきたばかりだもんね。なんなら氷を取るときに多少食べたかもしれないのに。いや、あなたが意味ないとか言ってたのに。特に最初のこの辺はウサギばかりです。見てください。右上のランクを。ずっと戦い続けていたら。おお。ついに S ランクです。しばらくお楽しみください。めっちゃ楽しげ。必ずアイテムが出るほどではないのか。ふむ、植物からのドロップ率も上がっている気が。ああ、間に合わなかった。すぐ終わっちゃうね。いろいろ同時に起こってて申し訳ないけど。
たフィーバータイムです。いえ、休まずに続けますよ。いかにこのまま維持できるか、それがこのゲームの戦闘の醍醐味だと思うのです。謎解きでじっくり進むのもよし、ひたすら戦い続けて S ランクを楽しむもよし、どちらの進み方もできますね。なるほど。間に合え。よっしゃ。やばいやばい、終わっちゃう。続いてるね。さすがに終わっちゃうか。ああ、もう少しだったね。まあでもこんな感じです。 S ランクフィーバーをお楽しみいただきました。落ちたマイク。もしかして高いところが苦手だったりします？たまに言ってるのは強がりに聞こえてきますけど、実はそうだったりね。ついにステーキの材料が集まりました。残念ね。いや、それは焼き方がとか言えないか。せっかくだから最高のステーキを見てみたいね。きっと次もあるでしょう。お、いきなり出てた。しかも2つはもう揃ってる。ただ肝心のもう一つが未知の素材だよ。乾燥した木か、砂漠とか。さっき S ランクのためにスルーしてましたが、この辺にもいろいろありそうですね。ちなみにその建物は演者の家で、まだ特にイベントは発生しませんでした。あ、ごめん、当たっちゃった。どうやらエミリーは動物が好きみたいだな。だから抵抗があるのかもね。その割にはこのウサギは可愛くないとか言ってましたが、まあ襲ってくるのはね。ついに時間制限がついたか。まあやってみましょう。きっと最初だからそこまで厳しくないはず。普通ならね。上かよ。ああ、しまった。
ループは、当然時間は止まらないし。やり直せないのかよ。ぎえ？ギリギリ間に合わなかった。今のは悔しいわねー。だからって池に飛び込まなくても。しかも極寒の。よし、今度はいけそうだぞ。ここで戻るんです。やったー。かなりギリギリなんだね。最初から厳しい時間設定だな。いやだからそれが怖いんだってば。照れてるレアが可愛い。雪だるま。はぁ、敵なの。しかも雪玉バズーカ。動けるし。消え？すぐジャンプするから連続して攻撃できないな。あれ、凍ってる。あいつがカロットかよ。そういえば花が人参だった。なるほどな。じゃあ意地でも倒さないといけないじゃないか。寝てるこっちが寒くなるから。ぐう、二度までも。何回落ちるのよ。おや、また頭四角のやつ。今度は岩。絶対意味ありますよね。なきゃおかしいね。今度はハート型。なんかいろいろあるなぁ。ウサギが隠れてたの。あ、結構隠れてます。へぇ、じゃあ寒くはないんだ。これは届かないよな。ですよね。うん。あ、あった。橋がかかったね。そういうことでしたか。マップの一つ一つにこういう謎があるから、全部を回収するのは大変です。いやいや、ユニークなものが置いてありますよ。きっと後で来れば何かなりそうね。マークはつけておきます。このレーザーの橋、実は時間制限付きだったので、急がないとまたやり直す羽目になります。ほんとだ。このマップだけでどれほど時間かけているんだろう。
て後回しにしたここに戻ってきました。覚えてます？そういえばスルーしてたね。で、この敵はボールを当て続ければ楽です。下から登れるようになったと。緑。あ、わかったぞ。ここにウサギがいるのでは。あ、そうかも。なに？なんだこれ。怖い。あ、これも炎がないといけませんね。それにしても背景がすごい。ド迫力だね。こちらも人参を集めましたよ。さっきの場所でしょ。そうっぽいね。結局こうなるか。まあ仕方ないね。ちょ、ゼアさん。投げた。出てきたし。っていうかちっさ。え、これが化け物ウサギ。なんか強さも同じような。もしや親が出てくるとか。どういうこと？あれ？絶対違うじゃない。完全にヤバいやつだ。これ捕まえてきちゃダメだったのでは。復讐されそう。まあでも一応これで一件落着のようです。まだ続きそうだね。レベル18になりました。じゃあ長くなりましたし、今回はこの辺にしようかな。次回は雪山にある町に行きます。お楽しみに。ノクターン。また見てくれたら嬉しいな、ノクターン。